の発売予定です。はい、さらに合わせまして、オクトスですね。オクトス。はい。ノンフィクション大好きです。はい。私はすごいですね。はい。はい、今の現在仕様ですね。やらせていただきます。現在仕様何が違うのか、詳しく話してもらっていいですか。実物が12両つながってまして、はい、こちらのですね、写真でいうと、沖縄から6両が JR 東日本さんの車両ですね。はい。後ろ側の6両が JR 北海道さんの車両。はい、混ざっているので混成編成というようになっているんですね。ここで混成編成とは言わないと思うんですが、もっとして混成編成させていただいて、そこもリアルに、はい、ちゃんと作っています。北斗星というと思い出がありますよね。あの野月さんは、はい、ある番組で、はい、あ、そうですね、みなべさんのね、あの背景鉄道士で、ね、鈴木さんとかやりましたね、ご協力いただいてですね、はい、N ゲージで北斗星の全駅をやろうという通過駅も含めて全て運転しようと、はい、運転していって、で僕のうちの北斗星編成を使いましてですね、ご協力いただいてですね、なんとなんともうね、あ、1日がかりでしたね、2日がかりですよ、ね、俺前の日から行ってなんかね、あのホテルの一番いい部屋でやったんですよ。あ、そうなんですか。アテレスのすごかったですね。入社式で使う部屋でやってました。あ、まあ、それぐらい大きくないとボケも入らないし、全駅はそうですね、再現ができない。じゃあ皆さんの全て再現されるときにはそれぐらいの大きなスペースをご用意いただいて、はい、楽しみください。はい、続きまして、はい、やってました、新型ネックス。はい、新型ネックス、ストックスでもやってますんで、忘れないでください。頑張ってやってます。はい、次行きます。はい、はい、さよなら、北陸ですね。はい、はい、はい、先ほどノートのさよならというのでやりましたけど、それに北陸の方もこのネタを進めております。はい、北陸は上の半月金沢行きの最終レースで、はい、先ほどノートのやりましたので、このものをご出したいなと、はい、そしてこれはですね、金沢の F に入る F88 という写真ですけど、これ最終的な写真なんですけど、はい、このカプラーがですね、ちょっと特殊な形のカプラーを作っていた、ね、はい、ものをですね、ちゃんと作りまして、お、素晴らしい、はい、皆さんの待望のですね、F64 千番台、オープニューでやる予定ですので、おっと、64の方もね、はい、そちらの方もご期待ください。拍手しましたけど、死神と呼ばれてますけどね、はいはい、会社改造がお得意の、頑張って作りますので、はい、いただきたいと思います。はい、そしてここからが今回のですね、ジャム発表。お、わー、石じゃないですか。はい、見たことあります？もちろんですよ。はい、はい、よく在来線に乗ってる時も並走して乗りたいなと思いながら、はい、なかなかね、乗れず、はい、そうですね、タンパー昔からですね、お店に顔してたんですが、今年ですね、リニューアルをさせていただいて発売という形を予定しています。4両と3両で舞鶴と丹波、はい、で、別途ですね、限定版橋立てというふうにちょっとだけ書いてあるんですけど、お、また気になるぞ。はい、気になる限定版橋立て、どこが違うのかなと、はい、私も知りません、はい、別の担当がですね、やってますので、その担当にまず当たれば教えてもらえるかもしれません。おっと、はい、難しくなってしまう。誰かは言いませんので、探してみてください。はい、一応そういうふうに最新商品が発売になりますので、期待しています。はい、期待ください。はい、そして、100系。うん、フレッシュグリーン。はい、関東の人にはあんまり馴染みないんですけどね。今、はい、活躍が続いております。最後、100系の姿ですね。はい、はい、実物がですね、物色に 何編成か取り戻してますので、ね、はい、はい、これからだんだん注目株になるかと思いますけど、そうですね、はい、はい、その先にですね、フレッシュグリーンの方をまずリニューアルをさせていただきます。はい、はい、期待ください。期待ください。そして、お、そして今日、まあ、これに乗ってきた方がほとんどなんじゃないかっていうぐらいですが、はい、山手線ですね。はい、山手線、はい、6ドアから4ドアには車両が置き換わっているのは皆さんきっとご存知だと思うんですが、はい、はい、トミックスでもですね、6ドアを4ドアにする新しい中間車ですね、はい、ご検討させていただきたいと思いますので、はい、こちらの方もこれから頑張って作ります。はい、お手持ちの6ドアね、メーカーの方に返品していただいて、はい、廃車、はい、こっちできちんと潰しますんで本当に怒られてきそうなの怒らないです、はい、お客さんの方で1じゃないの
エチオは出ないの？エチオはまだすみません、まだ予定ないです、はい、先に N ゲージから、ね、しばらくホームランつけないということで走らせてください。はい、はい、はい、続きまして、はい、さくらですね、はい、来年ですね、開業、今年来年、はい、もうすぐですね、はいはい、あの九州新幹線乗り入れが始まりますので、はい、JR 西日本のですね、乗り入れ用の車両を8両編成と車両をですね、持ってくださせていただきたいと思います。はい、さあ、続きまして、おっと、来ました、これは1517のバリエーションが、はい、いよいよ満を持して、はい、1号機ご案内させていただきたいと思いますが、はい、1号機という山口号機というですね、はい、はい、トップナンバーの車両を出荷することになりました、はいはい、昨年発売しましたですね、135号機というのが、はい、鉄板に言いますね、お客様が非常に満足をいただいているというんですが、はい、そのスペックでですね、今回1号機の方がですね、1号機の形を全て再現してですね、発売させていただきたいと思いますので、はいはい、こちらの方でください。4、5、7ってみんな一緒じゃなくてですね、135号機と135号機、輪っ側がですね、全部形が違うんですね、その最後全部作り直しましてですね、ご入荷をさせていただきます。はい、はい、発売予定、はい、そしてください。そして山口号といえば、おお、客車ですよね、もっと一気に山口号を全部作ってしまうわけですね、展望車が作っていますけど、はい、はい、この客車の方を合わせて、あの機械車に合わせてですね、作り方の方をさせていただきたいと思います。やっぱり人間も買わないといけないですか、野崎さん。そうですね、展望に乗せたいですね、はい、乗せたい、いろんなこう形をしてる、はい、まあね、はい、人を呼ばないといけないですね、これを見てる限り、こてつちゃんから、お父さんから、鉄は乗せたくないですね。だってこの女の子ここに乗ってますからね。あ、そうですね、本当だ、ちょっと怪しい感じですね。心霊写真じゃないですか、はい、いやいやいや。あ、はい、